さあ帰ってまいりましたね。出た感じましたね。ああ、では帰ってくる。で、スーパーアルティナスのスタートでした。さあ、ミラージュは1分58秒台、1分58秒の合計は残念ながら4番手。さあ、そしてジュニアシリーズが始まりました。ジュニアシリーズ、コーリンのアルティナスのアットスター。やってるようだな、いきなり。これは小林選手の車で聞いておりますアルテッサ、本日はトリプルエントリーということになっております。コーリン吉高選手、止まってねえな。ああ、コーリン選手、今日はね、お気に入りになったじゃん。お祭りだ、コーリン選手、フーナー海に挑戦です。さあ、もう来ましたね。さあ、怖いを向いてないでしょうか。TF ロリが F1 のうと怖い思いするかもしれない。ハンドミラー落ちるか。車に走ってしまいました。走ってくるまで出ないよ。壊したらあかんだろ、多分思ってへんと。あ、でもさすがに1回目は多分2回目はトリプルエントリーなんて戦い、ヒロミは第1走はコーリン吉高選手。帰ってまいりました、コーリン吉高。最後は1分19秒19秒6秒でしまいました。さあ、そして